皆様お疲れ様でございます。久蔵と申します。いつも動画をご視聴くださいましてありがとうございます。よいしょ。ですね、またまた今回もですね、ファミコントレードであったり、いただき物であったりというお荷物が大阪から届きまして、今日はこちらを開けていきたいと思います。何か届きました。はい、ということで開けていきたいと思うんですが、今回お送りいただいたのはですね、もう視聴者様にはおなじみかもしれませんが、大阪のゲームコレクターのソラさんとはぐれレトロさんからいただいております。こちらを開けていきたいと思います。正直ね、何入ってるかが分かんないんですよね。よっ、ちょっとですね、ファミコンが入ってるにしてはこの段ボール大きいんですよ。ではでは開けていきますね。よいしょ。あなんだろう、これお菓子でしょ。これなんかソフビ的な金消し的なやつですかね。これははぐれレトロさんからのポン菓子。でもこれ多分関東の方では売ってない気がするんですけど、売ってるんですかね。美味しそう。これおせんべいをちょっと醤油、甘い醤油で味付けされたお菓子なんですかね。満月ポン、満月ポンでいいんですかね。うん、美味しい。いろいろ入ってるな。これなんだろう、当時物のチョロQ、当時物のチョロQかな。これちょっと嬉しいかもしれない。あの後ろの棚とかに飾りたいですね、これね。でもういろいろファミコンが置いてあって見えるんですけども、まあとりあえず順番に行きましょうか。でこれが金消し、これ当時物なんだ。これ結構貴重なんじゃないですか。あんまり僕当時がっつり金消しお父さんお母さんに買ってもらえなかったので、これちょっと嬉しいかも。ガチャガチャに入れて楽しみたいな。でこれなんだろう、これ隙間に当時物はセイントセイヤ、当時物のめんこですね。抱きしめた心のコスモ。はい、裏面になんかこういう、でもなんかね、これこのディティールというか、なんかめちゃくちゃ見たことあるんですよね。いや、ありがとうございます。これも嬉しいな。次がこれ、これはもう関東では終売してしまったカールじゃないですか。関西ではまだ普通に売られていて、もうこれね、関東では見ないんですよ。しかもね、これ僕大好きな味で、これ昔は確か、今これ黄色のデザインですけど、昔青じゃありませんでした、このあの薄味、薄塩でしたっけ、薄味、あ、そうですね、薄味、ちょっとお出汁の味が効いていて美味しいんですよね、これ。で、ベーシックなチーズ味と、ということでカール、これめちゃくちゃ嬉しいな。うちの家族もこれ大好きなので、これはね、美味しくいただきたいと思います。ありがとうございます。美味しい。これ美味しい。美味しかったです。ここからがどうやらファミコンっぽいんですよね。全部ファミコンなのかな、にしては厚みがちょっとある。で、こういう、あ、なんか入ってる。風雲竹市場のパーティージョイと、あとはこれ吉本、あの関西のその吉本興業の吉本でしょうね、それのパーティージョイを入れてくださってるパーティージョイが2つですね。僕ね、小さい頃このパーティージョイがすごく好きで、まあ、その中でもファミコン題材としたパーティージョイをちょこちょこ、お父さんお母さんに買ってもらったり、あるいはこう友達の家でやっていたりとかで、このね、パーティージョイね、ちょっとたまんないんですよね。ありがとうございます、こちら。はい、ということで残るはファミコンでございますね。これ開けていきましょう。これね、ちらっと見ると僕が持っていないタイトルばかりを入れてくださったっぽくて、これからいきましょうか。ではまず1本目ですね、1本目から見ていきます。こちらでございます。エポックから発売されております大迷路でございます。はい、見ていきましょうか。どうなんだろう、ちょっとだけ色あせしているような気もするんですけども、ただおおむね箱はすごくピッシリしていていいと思います。そう、これね、可愛らしいデザインにしてはね、結構
ハードな内容だった気がするんですよね。これ難しかった気がするな。よいしょ。はい、こんな感じですね。で、確かこれソラさんが、どっかのゲームショップですごく格安で見つけてくださって代理購入みたいな形でご購入いただいたはずですね、これ。はい、状態いいと思います。で、こちらと、このエポックのこの白いカセットデザインね、ちょっと僕好きなんですよ、これ。こちらプラケースで、付属品ですね、注意書きと説明書でございますと。カセット見ていきます。これ多分内袋ソラさんがつけてくださったんだろうな、これ。まあ新しい感じだな。はい、カセットです。これもなんか磨いてくださったっぽいんですよね。なんかいい感じでこう光り輝いてる、うん、ラベルもこう白くなっていて中もすごく綺麗ですね。はい、ということで1本目大迷路でございました。はい、ということで大迷路迷宮の達人やっていきます。めちゃくちゃ久しぶりで、タイトル画面もこんなんなんだっていう感じですね。レベルなんか中途半端ですね、このレベル4っていうのも。レベル5っていうのもなんか後でできるのかな、超難しいみたいな。どうしよう、やっぱレベル1ですよね。1でスタート、マップ、ラウンド1、なんか富士山みたいなところピューン降り立った。とりあえずはまず行き止まりからスタートで、よくわかんないな、今パワー減りましたね。スタート、これがざっくりマップ進んでいく。パワー拾いました、パワー拾いました、パワー拾いました、パワーパワー拾いました、パワー拾いました。こっち行く、宝箱あるよ。やったね、クポへの鍵を拾いました。やったー、やりました。で、なんかある看板があります。なんか猫ちゃん看板みたいな感じ、なんだろう、ちょっと文字が見えにくいな。オイラはお山にこもって修行してるんだ。でも今は自由時間、一緒に遊ぼうぜ。遊ぶ。どのアイテム商品にしますか。メガネ、これなんでしょうね、ほうき、指輪、メガネ、メガネやってみようか。なんだろうこれ壮大ですね、宇宙、阿弥陀仁かな。はい、阿弥陀仁、すごいですねこれ。3分の2あたり、阿弥陀仁やった。はい、アイテム入りましたね。はい、続いて2本目ですね。2本目こちらでございます。ハローキティちゃんのお花畑でございます。で、これなんですけども、サンリオ系のゲームっていくつか出ているんですけども、その中でも比較的入手しづらいタイトルで、入手難易度がめちゃくちゃ高いケロヒのゲームがあるんですけども、個人的にはその次ぐらいかなと思ってます、このゲーム。で、このゲームね、僕やったことないんですよ。横スクロールのアクションゲームなはずなんですけども、これね、やったことないですね。では見ていきます。すごく綺麗ですよこれ、うん、すごく状態がいい。よいしょ、うん、開け口もすごく綺麗ですね。反対側もよいしょ、綺麗ですね。これはすごくいいものを譲ってくださったなよ。なんか中も綺麗っぽいですよ。付属品のハガキと説明書、説明書とかもう全然読み込まれてないですもん、ぴっしりしている。ちょっとここが、うん、折れてますが、すごく綺麗ですよこれ。ハガキも全然色褪せもしていないもので、めちゃくちゃ綺麗だなこれ。あら、かわいい、粋なデザインですねこれね。はい、ではこちら見ていきますか。うん、プラケースも真っ白白ですね。これ白いな、これ白いですよ。
今ですね、上から照明焚いてより光り輝いて見えるかもしれませんが、とはいえこれめちゃくちゃ白くて状態がいい。ラベルも真っ白で、中もすごく白くて美しいですね。いやーこれはありがとうございます。これ後でやってみましょうね。はい、ということで2本目ですね、ハローキティのお花畑でございました。はい、キティちゃんやります。ハローキティのお花畑、どんな感じなんでしょう。あ、いきなり始まるんだ。え、これデモ画面。あ、デモ画面っぽかった。なんだ、急に勝手に動かれびっくりです。で、 A ボタンがジャンプ、 B ボタンがこのハンマー。下押すと水ジャージャーしますね。で、ハンマーで敵叩く、水ジャー、ハンマー叩く、水ジャー、あ、よいしょ。で、これもこっちもジャー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 、よいしょ。じゃあ水ジャー、水ジャー、咲いた？これでいいんですよね。あと1個咲かせれば OK。これ一応女の子向けのゲームですけど、地味に難易度高いと思います。これよし、じゃあ水じゃあ、水じゃあ、オッケー。あのカタツムイくんが来る前にボールが来てる。ボールがもう一回水、よっしゃ、オッケー、決まりましたね。ラスト3本目、3本目はですね、付箋に書いてある通りはぐれレトロさんから、お送りいただいたゲームでございます。これですね、もうちらっと見えてるんですけども、僕はずっとずっと欲しかったものですね、これ。はい、ということでラスト3本目はですね、僕が大好きなメーカーのケムコの、南国指令スパイ&スパイでございます。いや、ありがとうございます。これはいつ買おうか悩んでおりまして、まさかですね、お送りいただけると思ってなかったですね。今度大阪に行った時は直接お礼させてください。で、これはケムコのですね、スパイ&スパイの続編的立ち位置のゲームで、舞台がまさに南国なんですよね。で、これ確かね、僕1回ぐらいしか遊んだことないんですよ。これちょっと後でゆっくり遊んでみたいです。ちょっとだけ全体的にすれ感はあったりとか、ちょっと汚れはあるんですけども、ただ箱は結構ピシピシですね、これね。これは嬉しいな。開け口綺麗ですね。反対側見ていきます。こっちも綺麗ですね。ご対面と、これはいいですね。このね、ケムコのブルーのカセットたまらんですね。プラケースと続編は注意書き説明書がついてございます。で、なんかこれ説明書えらく綺麗ですね。すごく綺麗だぞこれ。あー、でもちょっとやり方どうなんでしょうね。基本的なルールは一緒でしょうけども、できるかな。まあこれ説明書あんまり読まずしてちょっとやりたいと思います、今日は。はい、とカセットでござると。うん、このブルーはやっぱいいですね。ブルーはいいです。はい、こんな感じですね。うん、あのラベルも綺麗ですね、結構。で、中も多分ね、お掃除しっかりされていただいている感じで、めちゃくちゃ綺麗なんですよ。これは嬉しいな。ずっと探していたものでしたので、本当にね、これはありがとうございます。はい、ということで3本目、南国指令スパイ&スパイでございました。はい、ということで南国指令スパイ&スパイやってきます。ほぼ初見ですね。あんまりやった記憶がないぞ。どうしよう、とりあえず、トレーニングで VS コンピューターでいきましょう。よいしょ。あ、何も落ちてない。なんかあるかしら、はてな。なんか地雷みたいな、爆弾みたいのが仕掛けられてた。シュールだぞこの絵。よし、なんか拾う、拾
拾って、なんだろうこれ。これなんですか？拾う。拾う。スコップ。穴、どっか穴掘れんのかしら。この辺に掘っとく？よいしょ。落ちろ。落ちた、落ちたでしょ。オーケー。パタパタしてる。あ、なんか体力低いから殴り勝ちしましょうか。来い。よし。これお花は何もないんだ。これいいですね、南国の雰囲気。あ、いた。やべえ、攻撃力高え。これは極めたいな。はい、ということでございまして、今回はですね、大阪のゲームコレクターのソラさんとはぐれレトロさんからお送りいただきましたいただきものの数々をご紹介させていただきました。いや、お宝ばっかりでございました。本当にありがとうございます。今後ですね、大阪に行った際はぜひ直接お礼をしたいと思いますので、その折はどうぞよろしくお願いいたします。はい、ということでございまして、今回の動画は以上でございます。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございます。さよなら。最後までご視聴誠にありがとうございました。チャンネル登録、コメントお待ちしております。 Twitter もやっておりますので、ぜひフォローよろしくお願いいたします。